仏教が説く輪廻転生では、人に生まれることは良いことなのでしょうか。人間が素晴らしい生き物とは思えず、人間に生まれてよかったとも思いません。仏教が説く輪廻転生というのは、6つの世界を順に巡っていくという思想で、だから輪廻っていうんですね。で、その6つの世界というのは、人間以外には地獄、餓鬼、動物、それから阿修羅、それから天界と言われています。で、この6つの世界を順繰りに回るわけですが、その中で人間に転生することはどういう意味を持つか。これは一応地獄や餓鬼や動物、これを3つの悪い転生と考えて三悪種というわけです。これは苦しみが非常に多いとですね。人間と動物を比べますと、基本的に衣食住が保障されておらず、天敵にさらされている動物とそうでない人間という視点で幸福の度合いが違うというのは、ご理解いただけると思います。で、それ以外の3つの世界、これを善種というんですが、良い転生というんですね。それは人間と阿修羅と天界。阿修羅というのは、これは位置づけいろいろありますが、闘争的な生き物なんだけども、非常に知性は高いですね。宗派によっては人間以上に位置づける、そういった転生です。そして天界というのは、これは神の世界かと思いきや、そうなんですが、欲望を残した神様ということで、西洋が説く絶対神ゴッドとは違ったものです。日本の神様は、神道上の神様、いろいろ欲望があって、戦いもするし、人を欺いたりもするんですが、それは欲望を残した、神々という意味で欲天などと言います。しかし人間よりもはるかに寿命が長く、知性が高く、幸福な境界であると言われていますね。で、その中で人間転生っていうのはどういう意味があるかというと、一つ目にですね、人間の転生っていうのは喜びと苦しみのバランスがいいと言われています。よって悟りやすいということです。喜びが多すぎると悟る動機が弱い、つまり苦しみが多いからこそ、この苦しみを乗り越えるにはどうしたらいいかということで仏法を学び悟りに行くが、喜びが多いとその自己満足の中でずっと修行などには入らず、そして死ぬ間際にその苦しみを経験するんですが、もう間に合わないとですね。欲天の住人というのは喜びが多いんですが、その自己満足に浸っている間に、あっという間に人生というか、神の章だから人生ではないんだけども、それが終わってしまって、終わる寸前に自分が今度は低い世界に落ちていくことを見て絶望に陥ると言われています。これは慢心の象徴だと言われているんですね。一方、動物とか地獄とか餓鬼だと、それだけ苦しいと、かつ動物のように知性、これがないと、仏法、これを理解してそれを悟るということはできないと。苦しみは多いんだけども、その原因が煩悩であるという仏法を理解して、それを実践するだけの知性やゆとりが今度逆にないってです、ね、苦しすぎるってです。要するに喜びが多すぎても苦しみが多すぎても悟ることが難しい中で、人間の転生というのはちょうど苦楽のバランスが取れていると言われています。さて、もう一つの人間転生、この特徴はですね、それはその浮くか沈むかということです。例えば人間はゴータマ・シッダッタ仏教開祖釈迦牟尼のように、その欲天ですねを超える悟った人ブッダ、これになることもあれば、他の動物が決してしない、お腹がいっぱいなのに飢えていないのに共食い、つまり戦争をするってこともあるんですよね。人間ほどですね、その動物に比較してもある意味で欲望が強いという生き物はなくて、高い倫理性、語性、これも持っていますが、同時に一つ間違えれば他の動物よりもひどいことをすると、戦争もそうですし、それから他の生き物をどんどん絶滅に追いやっている資源の搾取なんともそうです。よって人間に生まれると、要するに登るか落ちるかって言われて、他の動物より悪いことをして次の章がひどい苦しみの世界、人間よりもはるかに下の世界になることもあれば、次の世界がですね、天生がいわゆる仏と仏になるものの世界、浄土っていうんですが、極楽浄土などと言いますが、そういう世界にもなる、そういった人間の両義性があるのだとです。よって人間に生まれ変わったってことはですね、それ自体は動物等に生まれ変わるよりも幸福と思われますが、しかし短い100年余りの章の中に、次の章っていうのは乗るか反るかっていうようなことです。ですからその間の時間を非常に大切に使うってことが重要だと思うんですね。でもう一回ここで人間に生まれることを倫理的な面から見てみるとですね、虎とかそういった野獣もですね、お腹がいっぱいの時は獲物これを追わないんですね。しかし人間はですね、より豊かな恵まれているものの方がですね、その恵まれてないものに向かって、例えば侵略戦争などといって必要以上に奪おうとする、そういったとこがあるんですね。これは一体何かってことですね。もう十分お金を持ってるんだけど、お金持ちほどもっとお金持ちになりたがるみたいなところがある。これはおそらく健やかに生きるに必要なもの以上を求める人間の特性、つまり他と比較して自分が優位になりたい優越感の欲求と、それから劣等感の苦しみが人一倍じゃなくて生き物一倍強いんじゃないかってことですね。そして他の生き物に比べれば他の生き物に優位になるその能力は桁違いに高く、ホモ・サピエンス・サピエンス、現世人類30万年ぐらい前に生まれましたが、画期的な成功、すなわちこの地球の生き物の中で圧倒的な戦闘力、これを形成したと。でそれで自然の猛威や野獣の猛威を退けたんだが、しかし人間同士の間で戦うようになってしまって、現在の人間社会の混迷があるということになります。でまあだから人間の性っていうのは使い方次第ってことでしょうかね。他の生き物を圧倒するこう能力を持ちつつ、その能力をですね、健やかに生きるに必要な分だけ使うんではなくて、使いすぎてしまって人間同士でのその殺し合いという戦争、そして戦争すると今度は核戦争で共倒れになって戦争の勝者がいないっていうのが分かるようになった時代、約70年ぐらい前から来ましたが、その後は経済戦争ですね。お金その他によって他に優位になりたいっていうことで、他に優位になりたい、他に勝ちたいという気持ちが非常に強く、負けることが非常につらいというこの生命体の特徴は、その能力と相まって他の生き物にはない良さと悪さがセットになった、そういった特徴を持っているということです。我々は人間として他の生き物に単純にですね、自分たちが優れてるっていう上から目線で見るっていうのは、それはちょっと違うところがあって、自然が必要以上に欲張らず欲しがらず、その山も川も木も草もですね、俺が一番になりたいってことなく自然が調和してるっていう部分、これをまあ日本人は特に自然の調和美として尊んできて、万物に神聖というか聖霊を見出した八百万の神という思想がありますが、仏教でも全ての生き物に未来にブッダになる、そういった可能性があるといって万物を尊重する思想があるんですが、人間が他の生き物にも単純に優位であって、でそれは未来も続くと考えるのは、それは危険な考え方だという位置づけ、これは重要かなと思いますね。